では7レース走られます、はい、岡山の太田選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前走は平塚のオールスターでしたけども、ご走してみて振り返っていただいてどうでしょうか。そうですね、やっぱり体調っていう面で時差ボケもあったりしたんですけど、まあ、しっかり力を出すとこは出せれて、まあ、悔しい思いを準決勝ではしたんですけど、まあ、しっかり走り切れたなっていう感覚もあります。強行日程の必要だと思いますけども、その自転車の、まあ、入れ替わりっていうのはあの辺はどうでしたでしょうか。そうですね、やっぱり体調っていうよりも自転車の変化の方がすごく強かったと思うので、その辺が、最終日に納得するところまで持っていけたっていうのはでかかったのかなっていうふうに思います。今回ここまでっていうのは、この競輪用の自転車っていうのはまた乗られたりはしたんでしょうか。今回もまた乗れずに今日まで来たので、しっかり今日全県備で乗って感覚を合わせていきたいと思います。実際オリンピックが終わって、まあ、少しオフだったりありましたでしょうか。そうですね、オールスター終わった後1週間休んでっていう感じでした。何かやられましたか、ご褒美的なものとかっていうのは。特になくって感じですね。まあ、ケア、体を休めるのを中心に休んだっていう感じですか。はい、そうです。で今回は 500m ですけども、 500m はどういう印象はありますでしょうか。やっぱりいつも走ってる場合の集中はあるので、まあ、自分の力を発揮しやすいのかなというふうにも思ってるんですけど、その分やっぱり残り、勝ち上がりが難しいとは思うので、しっかりその辺をうまく走っていきたいなというふうに思います。明日は、小倉選手となりますけども、戦い方はどうされますでしょうか。しっかり、自分のいけるところから自力を出して戦っていきたいと思います。まあ、全日本の方は国際種目の食いしばりの方で出場されてましたけど、あの辺というのは今回はどうですか。まあ、しっかり全日本で調整させてもらったので、共同通信支配で、悪くないという判断でお医者さんと相談して来れました。わかりました。では4日間意気込みを最後によろしくお願いします。はい、4日間しっかり走り切れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。